よっしゃ、行ってみますか。発行事務編だね。多分まずはネモがいるんじゃないかなって思うんだよね。腕組みしたネモが受付のとこで待ち構えてると見た。どうかな。あれ、いない。お、電話来た電話だな。誰だ一体。このゲームで電話かけてくると言ったらやっぱカシオペアか。ネモだなネモだな。そしてね、ちょっと気合い入れてね、グラサン買ってかけてきたんだよね。ネモ編に向けてね。もしもし、稲葉は私。でも電話だけかな。ジム回ってる？今どこジム？違うとこにいんの？あ、意外と近いとこにいんの？意外と近め。ちょっと顔見に行こっかな。へぇ、来てくれんだ。かなり近くにいたんだ。ねえ。あ、いたいた。監視してんじゃねえだろうな。あー、どこにいたの？稲葉はもう二つ目なんだ。バッチリいい感じ。三つ目もね、すぐ手に入ると思いますけど。三つ目のジムはここを選んだんだね。稲葉なら大丈夫。とは思うけど。ジム前の練習として、私と一回勝負しとこっか。あ、美術の授業を受けてる時と同じ顔してる。八作先生を見つめている顔と同じだね。え、これ断れんのかな？ライバル戦、回避はできない気もするけどな。うーんって言ってみる？ここのジムリーダー強いから練習しといた方がいいと思うよ。それじゃあ決まり？はい、家に戻されることもなく、もう強引に持ってかれてしまうのか。おう。早速バトルコートへ向かいましょう。あのグラサン良くない？バトルコートか。うん、やっぱここだよな。あの看板にね、囲まれたところがコートになってたんだよね。ジム前は街のバトルコートにあらかじめ来ておいて、コートの立地とか材質とかあらかじめ知っておくといいよ。あー、確かにね、街結構見るから、ここで戦うんかねみたいなのね、見てはいるけど、材質とかもチェックするんだな、ネモはな。さすが。戦況を左右するかもしれないから。稲葉場の顔見たらわかる。グラサンもかけてるしね。ますます強くなってるね。私もちょっと強気なメンバーで行こうかな。こっちに合わせてくれるかな。そういうのちょっとなさそうだけどね。それじゃあよろしく稲葉場。3つ目のジムで来るから、まあこれぐらいのレベルでしょみたいなので固定な気はするけどな。実りある勝負にしよう。おう、何体編成なのか気になるね。うん、ネモのバトル前モーション好きよ。モンスターボールだね。おお、ザ・ドックじゃん。ザ・ドックは使ってなかったな今まで。どうだ、色違いだぞ。前回のパートで捕まえたんだよ。ジムの予行練習張り切っていっちゃおう。ライバル戦の曲もね、なかなか軽やかな感じでね、いいよね。ライバル戦っていうかネモの曲なのかな。ザ・ドックかわいいな。ザ・ドックは普通にかわいいんだよな。レベル21で3体編成か。ヤオハとパモ使ってたよね。で、ザ・ドックが加わった感じかね。ちょっと行ってみるか。最初はこれよ。俺の好きな技。毒菱！さすがにレベル30だからね。先手取れるね。影分身やるな。影分身はね、やっぱ使うよね。対人戦といえば影分身みたいなところあるからな。まあこの技は覚えさせたんでね、波乗り行ってみようか。波乗り、わー、おー、つえ。そうね、タイプ相性的にもね、バッチリだったしね。技のチョイスいいね。どんどん実ってく。実ってくって言い方やめてよ。なんか育てられてる感じがするね。でもいいね。ああ、来た。やっぱパモだね。じゃあ、いろんなポケモン使うか。あ、そうね。
やっぱね、ヤバキスは使おうと思ってたんだけど、パモが相手だと、ね、電気ショックとかで弱点を突かれてしまうと思うんだけど。いいぞ。毒を与えたぞ。いや、やっぱでけえな、ヤバキス。でかいんだよね。パモがちっちゃいからってのもあるんだけど。まあ、電気技でね、弱点を突かれてしまうと思うんですけど、テラスタルで、ノーマルにすることで、弱点を消せるんだよね。行くぜ！こういう使い方よ！ヤバキス！テラスタル！かっけえ！かっけえ！ノーマルテラスストライクかっこよくない？ギガインパクト！うわあ！ごめん！それはな、すまんなね、もうちょっと全力だわ今回は。ネモだから全力を出してんだけど、おっ、ニャローって進化してる、ニャオハが進化してるっぽいな。じゃあここはガンスガンスで、お互いの総大将同士だ。行っておいで、ガンスガンス。ニャローって気になるね。どんな感じだろう。勝ったつもりはまだ早い。この子で逆転させてもらうよ。にゃろうて。お、もう立ってる。あー、そういう感じなんだ。お、いいね、ドクドク。俺ね、最終形は知ってんのよ。にゃおはがどうなるか。見た目はね。ただこの中間の姿はね、知らなかったから、えーって今なってるな。にゃろうて、これはこれでなかなか可愛いね。ちょっと立つのが早いなとは思ったけどな。草と組み合わせるだからな。相手の草ポケモンに使うとっていう意味ではない気がするけど、もしそういう意味だったら火の海になるはずでしょ。ありゃ。ちょっと見てみようか。炎の誓い、新しく覚えさせた技だよ。稲葉場もオーブ持ってるから、今回はフェアにテラスタル。もう俺使っちゃったしね、テラスタル。おお、草タイプのテラスタルは、ああこれね、ひまわりが、おお、雨降ってきた。あ、雨が降るとあれなんじゃないか、この技の。あ、やるじゃん、やるじゃん。なるほど、向こうの方が素早いね。もう一回炎の誓いだ。新しい技、やろうて、マジカルリーフ、マジリ、新しい技最近覚えたってことか。うわー、あーまあまあまあ、いけ、炎の近い。おお、いいんじゃない、威力なかなか。雨降ってる中でこれは、おお、しよしよしよし。ああ、でもあれだね、特に火の海になる様子はないね。周りがね、ああいう意味ではないんだろうな。やっぱレード技かな。ちなみにちょっとね、試したいことがあって、テラスタル使ったやつを引っ込めてまた出すとどうなってんだろう。なくなってんのか。あ、ついたままなんだ。なるほどね。うわー、あー、なかなか強力な技だが、ギリギリ耐えているな。ギガインパクト、いやー気持ちいいなー。強いわー。150だからね、威力ね。炎の誓いでも十分強かったけどね、威力80でも。その倍近くあるからな。イエーイ、あはは、どんどん実ってく。そんななんか実るっていうさ、語彙を多用してたっけ。なんか急に言い始めたなって思ったんだけど、実らされてるんでしょうな。まだ本気出してるわけじゃないんだもんね、チャンピオンネモはね。お、やった、ギガカムカム。ギガカムカム、こう見ると顔でかいな。進化か。いや俺ね、多分ギガカムカムはレベル16で進化すると思ってたんですよ。なかなか来ないなって思ってたんだけど、
もう20超えてると思うんだよな。20何レベルかで進化か。なるほど。どうなるんだろう。これマジわからんな。どうなるどうなるどうなる。立つ？あ、立たない。かっこいい！かっこいい！あー、かじりガメ。カムカメはかじりガメになるんだ。まあ、噛みつきガメ的なね、感じなんでしょうね。なるほど。次の進化あるかな？20レベルで、だと、なんか、ワン進化しかない気もするな。あ、岩タイプはついてなかったよね、確かね。水、岩か。いいんじゃない？とても大きなギザギザの口は一噛みで岩石を砕く。非常に凶暴な性質。特性、どうだろう？変わっちゃってないかな？わー。あ、次ない、もう。次の進化はないな。あ、岩石封じ、強いやつじゃん。ヤバ強のやつじゃん。ヤバ強ガニの得意技。これ欲しいね。噛みつく系のね、技がね、強くなる特性。頑丈顎ね。頑丈顎のままだもんね。氷の牙とかね、噛みつくはね、持ってたいんだよね。いいね。これは強い。強いと思う。ギガカムカム、ちょっと動画中だと戦闘で全然使えてないけどね。このジムもな、タイプ相性的に違うもんな。今、ジムバッジ2個だよね。2個の強さじゃないよ。いやー、実りやった。いい勝負だったね。また実り。実りって言ってる。勝負のお礼にこれ受け取って。マザマシンじゃないね。なんでお直しか。あ、でも確かにね、ネモは消耗品くれんだよね。わー、3個も。ありがとう。なんでも直しは使えるもんね。なんか、消耗品くれるところネモっぽいよね。面白いですよね。そういうキャラの立て方もね。本当は今すぐもう一回やりたい。けど私チャンピオンだから、相手思いやって我慢するよ。そうかい。またバッチ集まってきて、ジムで会ったら勝負しよう。稲葉ば。稲葉がもっと強くなってさ、いっぱい勝負できたら嬉しいな。今回も別に6体編成でもよかったんだぜ。付き合ってくれてかっこいい。付き合ってくれてありがとう。ジムテスト頑張ってね。グラさんいいな。この瞳が見えないタイプのグラさんね。ああ、でここに戻ってくんだ。なるほど。じゃあ、想定通り根元の戦いを挟んで、こっからジムテストっていうことだね。ネモ用のサングラスだ、これは。じゃあちょっとパーティーを組み直すか。かわいいなぁ、サンダース。ちゃんとジムの中見てなかったよね。この人は何だい？どういう服着てんのそれ。俺、ジムテストのアシスタント。はぁ、いつでも出れるよ。待機してんの。トレーナー、ジムトレーナーか。ビリビリ玉なぁ。やっぱ色薄いよね。これは色薄いよな。はい。ビリビリ玉もね、出てきても良さそうですけど、野生として。お、ワゴン。ハロチャオ。なんじゃも5って言われてんだね。なんじゃも5、6か。なんじゃも5、6ボットが多分作られているんでしょうね。と、一応、対電気用にね、手持ちも組んでみました。で、電気タイプに効果が抜群なのは、地面タイプだけなんだよね。なので、地面タイプのグランドンメ、ウパヤマさん、そして花子。花子もね、地面タイプですから。の3体を選抜したのと、できればね、ウォッカも使いたかったんだけど、ウォッカはね、レベル高いんだよね。レベル23ぐらいあるから、まあ、花子はね、博士枠だから、一応使うとしてね。この3体プラス、ウニョラーとジャクソンは、特性がね、電気に強いんだよね。電気タイプの技を、自分に寄せ付け、ダメージを受けずに特攻が上がる、だったり、ジャクソンも技を受けるとダメージを受けずに回復するだから、対電気用にはすげえ強くなると思うんだよね。っていうので入れてみました。あとは何にでも対応できるブタポポンね。このメンツで、とりあえずジムテストかな。
受けてみよっか。ようこそ発行ジム。どんな感じかな、ジムテスト。挑戦者のお名前を登録します。稲葉さんですね。この町な、今んとこ、まともっていうか他の2タウンに比べると異常性は薄いからねどんなんで来るか逆にわかんないね。うん、当ジムリーダーなんじゃもっと勝負するにはジムテストをやんないとダメだよと。おー、なるほど。発行ジムのジムテストはなんじゃもの番組出演、動画配信者でもあるなんじゃもの番組に出演して、なるほどね、コンテンツを盛り上げるどんな活動してんのか知らんからな、なんでも。詳しくは外に出ればわかると思いますよ。それでは行ってらっしゃい。外に出ればわかるか。ジム受付から出よう。まあ、出てみる？なんじゃもが出てくんのか。お、ミラノモノ、どんなもんじゃ TV の実感だぞ。どんなもんじゃ TV っていうの、いい名前だな。お、これなんじゃものロゴなの、チャンネルの。あ、わあ、なんだこの感じ左下に、はい、どうもどうも。あー、それ髪飾り、髪飾りっていうかなんだろう、コイルの亡骸を頭にくくりつけてるねめっちゃいいねそれね。あなたの目玉をエレキネット、何者なんじゃ、なんじゃもです。どこにいるんだ一体すごい、俺が口開けてどこにいるんだってなってるね。ジムリーダーだよ、おはこんハロチャオ、おはこんハロチャオなんじゃもご使いこなしてんじゃん、意外と離れしてる、わわわわわってなってるな。あ、コエルの表情が変わるね泣き殻というわけではないのか。突然でびっくりしたかもだけど、なんとまさに今この状況、動画を世界に生配信してます。もう始まっているんだ、挑戦者し挑戦者し僕に会うため発行ジムに来てくれてありがとう、どうもどうも。すごく嬉しいんだけど、僕ってちょろっと有名人だからとっても忙しいんだ、だからバズりが見込めるじゃなくて、熱意のある相手としかコラボできないんだよ、とほほコイル表情豊かだな。てなわけで、僕とバトりたかったらこの番組を盛り上げてねって話。どう盛り上げればいいんだ、やる気満々じゃん。じゃあ企画の説明始めちゃうよ。オリーブを押しながら気回りを集めればいいの。街角ジェントルさんいらっしゃい。何それ、街角ジェントルさん、街角にいる、だ、知ってる人来たなんでここに、おや稲川さん奇遇ですねたまたまってこと、偶然進行度があった系の人か、こういう番組企画特有の。え、なになに、もしかして知り合い、知り合いも何もな、この人オーラバリバリあるから街歩いてるとこスカウトしたんだけど。いえいえ、はははどういうことですかどういうことですか校長。挑戦者の稲葉氏には今からこちらのジェントルさんと、え、かくれんぼやっぱ そうなんだ、ポケモンでこういう動画とか配信ってなるとかくれんぼがメジャーなんだそうなんだな、かくれんぼをしてもらいます。かくれんぼはね結構やってきたからね、これまでも。街頭カメラでジェントルさんを探して、俺が見つける方か、3回見つけられたらジムテスト合格、数えればいいの30。このかくれんぼ名付けてクイズ、私はどこでしょう、街角ジェントルさんを探せ。企画名大丈夫、これ何らかのそれに反してないよねコイルコイル両方生きてるね普通にね。まあいっか、じゃあもうジェントルさんスタンバイよろしくね。コイル使ってくるんかね、なんじゃもね。ポケモンリーグにはお世話になっていますのでお手伝いです。はあ、お手柔らかにお願いしますよ。結構えげつないところに隠れそうだな。かっこ、今ガチ走りしたね。今ガチ走りしてなかった校長。結構隠れるポイントはね、多そうだなって俺も思ってたんだよ、この街。結構難しそう。そろそろ準備できたかな？ジェントルさん、もういいかい？もういいんだ。結構ですよ。
おう、ニッシッシ大丈夫みたいだね。あ、いるね。右のパラソルの下にいるね。他にも、え、なにこれ。この映像のどこかにジェントルさんが潜んでいる。もう見つけてしまった。速攻見つけてしまった。目をコイルにして存分に探してくれたまえ。じゃあもう始まり、用意スタート。ジムテスト。ああ、街角ジェントルさんを探せ。これは、おお、かくれんぼ。最初はかくれんぼっていうこと。いや、かくれんぼを3回やるのかな。ああ、なるほどね。ポイントクリックアドベンチャーってことね。なるほどな。まあ、そこ。あ、なに？時間が、あれかな、経過するとちょっとずつ近づいていくのかな。まあ、俺速攻見つけたからね。包丁は、ここだ！でで残念、よく見て人違いでしょうが。よく目を凝らして街角ジェントルさんを探しなさい。間違えるとどうなるの？あ、それだけ？それだけ？ここだ！あ、はよせえって言われた感じがするな。ここですね。特にペナルティはなさそうだ。おや、見つかってしまいましたか。隠れる気ないでしょ。おう、稲葉橋、ジェントルさん発見。しかし、お、お手つきをしちゃった稲葉橋には、あ、そういうこと？僕のファンと戦ってもらう。トレーナー、ジムトレーナーではないんだな。怪獣マニアか、あれが。怪獣マニア、ちょっと雰囲気変わったね。出てこいや！出てこいや！ああ、そうだな。確かに怪獣ベスト着ているな。どんなもんだ TV 盛り上げたい。ファンなんだ。なんじゃもん。りょうたくんね。ああ。これ、左上、海竜？海竜、ギャラドス、サイドン。右上なんだ？サンドパンか？なんだろうね。ガルーラか？あ！ヘルブリッツか？ウニョラー！ああ、威嚇か。威嚇されてもね、攻撃タイプじゃないからね。電気技使ってくるよな、きっとな。ちょっと様子見てみるか。充電だ！あ！ああ、でも、噛みつくそんな、うわ、そんな気かんべ。なんだ、雷技打ってくれないか。電気ショックとかはね、あれだけどね。まあ、スピードスターで攻撃していくか。噛みつくだ。さすがにあれか。わあ、やるな。なかなかやるな。ウニョラ、頑張れ。さすがに相手の特性とか見た上で、あ、でも、充電使ってくれたね。充電したからには電気技打ってほしいな。まあ、スピードスターで地道に削っていくしかないね。来る？あ、スパーク来たよ。やったやったやった、平井心特攻が上がった。ふははははバカめ、ちょっと上がったかな。あ、でも特防上げてるからな、相手充電で。あんまり効果見えないけど、まあでも作戦としてはね。なんかもっとスパーク連発とかね、してくれる感じを想像してたんだけど。そうでもなかったな。レベルは20普通に超えてるから、推奨レベル20とは聞いていたけど。もう一回入れてもいいかもね、手持ちにね。勝っても負けても盛り上げたい。お苦労様。おう、はい、勝利。挑戦者し、お見事。じゃあカメラ変えるねん。変えるのねん。お、次の舞台はこちら、みんな大好きポケモンセンター。ここでまた探せばいいんか。どこだろう。ん、あ、あそこか。なるほど、考えたな。見つけましたよ。ここにもジェントルさん潜んでるから、躍起になって探してね。また同じか。どこまで近づくのかちょっと試してみようか。制限時間とは言われてないもんね。どこだろうな。
あ、さすがにさすがにこれ以上近づかないっぽいな。どうすっかな。トレーナー戦わなくていっか。えい、見つけた。おや、うまく溶け込めたと思ったのですが、まあなかなかのね溶け込み具合ではあったけど。ゼントルさん2回目発見。うん、できるぞ、さすがだぞ。ああ、もう限界まで近づいたとしてもいいんだペナルティーはなしか。じゃあ次のかくれんぼを始める前に、ん、テコ入れとして、何、なんじゃそりゃ結局やんの。怪獣マニア出てこいや。さっきのやつ名前なんだっけ。ヒロミツ、ヒロミツあれか、オリーブと融合したやつか。なんじゃも様が見てる、負けてらんないです。見た目は同じだけどな。怪獣マニアなんだな、また。あ、ひろゆき、名前変わったね。また別の怪獣マニアだ。服装は同じだけど。ああ、なにそれ、なにそれ、しび、しびしらす。へえ、しびれしら、あ、かわいい、口がかわいいな。しびれしらすということか。で、二体使いだね。なるほど、ウニョラーでいけるかな。いろんなポケモンを見たい気もするけどね。お、スパークしてくれんじゃん。いいね、優等生だね。ウェイ、お、いいね、強いウニョラ。相手がスパークしてくれれば、あ、早く防御もね、まあまあ高いからね。イエーイ、よし、じゃあ次は入れ替えようか。あ、モココだ、電爆祭か。じゃ、ここで花子出そっか。なんじゃも戦もね、本当に俺が行き詰まったら花子の助けを借りることにはなるけど、多分出さずに終わる気もするからな。でかい、でかいな。うん、頑張れ。せっかくだからテラストラも使ってこう。あ、でかっ。そっか、いや、ポケモンの大きさにあれだね、比例してテラスタルも見えないし、全然すげー、地ならーし、これは一撃でしょう、すげーやでかいなあー、やっぱでっかいポケモンいいな。お、噛みつくか、ジャクソン噛みつくか。ジャクさんの技結構いい感じだからな、今。どうしよう。穴を掘るは、ちょっと取っときたいね。エレキボールがあればいいか。噛みつくはね、なんだかんだ強いからね。うん。悪いね。なんじゃも様への思いは負けてないですから。お金もいい感じだな。おお、はい、勝利、挑戦者氏、お見事ひろゆきをねぎらってやってくれ。探しっぷりもバトリっぷりも狩人のごとし、よく言われるよ。じゃ、カメラ変えるねん。まだやんだよな、そういえばな。もう一バトルあるか。もう最後の舞台はこちら、激闘渦巻くバトルコート。あー、ここで戦うんだよね、きっとね。あ、いた船の上にいんな。果たしてこの人だかりからジェントルさんを見つけ出せるのか。ラストかくれんぼ開始だ。自分で探す形でもね、面白かったかなと思うんですけどね。そっちの経験値も俺結構積んでるし。ここまで行ってくれるんだ、すごいな。まだ行くかい。もう他にここって指し示せるポイントがないもんなこれが限界っぽいんで、いきますか。そこーみーっけ。これは感服いたしましたそう、そこいいね。でもね、船の上はなかなか良いのでは。校長だけではなく宝探しも頑張って見つけてくださいね。校長先生、洒落たことを言いおる。ふひふひって笑うタイプ。稲葉橋のおかげでチャンネル登録数はちびるどん上り。
さっきのあれかな、シビシラスの進化系ですかね、シビルトン。じゃなくてジムテストクリアだ。いや、白熱したゲームに全世界のみんなのものも大興奮だったぞよ。稲橋と勝負すれば僕の動画もっと楽しくなりそう。てなわけで準備ができたら受付においでませませいつでもコラボしてあげるから。一年生僕なんだね、なんじゃもはね。合格だ。一番まともだったな、これまでのテストでまともじゃないの多かったからな。うん、これであれですな、リーダー戦だね。ちょっとあれだね、あとジムリーダー戦を残すだけなんだけど、時間的にこのパートでは厳しそうなんで、ワン授業行きますか。なかなかね、戦闘が時間かかるようになってきたっていうか、戦闘中にこの特性が発動してるところが見せたいなみたいなのがね、増えてきたからね、まあ、それはいいことだと思うんだけどさ。あれどっちだっけ、セイジ先生受けるって言ってたもんね。ワン言語学言っときましょう。もともとね、こういう使い方を想定してたもんね、授業はね尺埋めにっていうね。2回目の言語学。親愛なるお主たち、ご機嫌は最高であろうか。セイジ先生だな。セイジの言語レッスン準備は Are you ready? ちょっと癖になる感じあるよな、セイジ先生。はいかイエスで答えてね。イエス、グッド。前のレッスンではいろんな国のありがとうを教えたよね。今度は何、ごちそうさま。 Today は海外で使うと喜ばれるあの言葉をテーマに誠実レッスンしちゃおうかな。なんだろう、それではいくよ。デリシャス、ハオチ、ボーノ。あ、これらがどういう意味かご存知か。ちょっと違うけどな。おいしいだね。おいしい。ごめんなさい。助けてください。助けてくださーい。おお、稲葉ば、稲葉の SOS 受け取った。優しい。間違いアンサーだけど伝わったよ。デリシャス、ハオチ、ボーノ。これ全部おいしいって意味。市場やレストランで現地のおいしいを使うと、お店の人もにっこりスマイル。コミュニケーションがわんさかはかどるんだな。ああ、街で。ご飯を食べろよっていうことを言ってるのかね。海外の人が自分の国の食べ物を褒めてくれると誰だってハッピーだもんね。発酵シティではまだ食ってなかったな。突然ですが、セイジのワンポイントアドバイス。マジでポケモン関係ねえな、セイジ先生の授業。コミュニケーションの第一歩は相手を褒めることだよ。うん、褒められて嫌な気持ちになる人は少なかろうもんね。これって他の国の人に限らず、お主たち同士でも同じこと。あ、このクラスの中でもできることだよ。いい先生だ。試しにレッスン後にみんなでお互いを褒め合ってみたら、クラスのはもっとフレンドリーだね。それじゃあネクストレッスンでアディオス、バイバイ。ただただいい授業だったな。セリ先生の授業な。ネモもちゃんと受けていたね。で、別にびっくりはつかんよな、増えてもいないと思うし。うん、まあこんなところですな。じゃあ次回、発行ジムなんじゃもとの戦いですね。そちらでお会いしましょう。さようなら。